毎度、花尾でございます。あ、どうも、花尾でございます。マルクでございます。前回ですね、県境チキンレースっていうのがありましたね。だいぶ前、ありましたね。県をまたがないギリギリを攻めるっていう、今回はですね、そろそろ県をぶち破ってみようということで。なるほど。今回やりたい企画は、なるほど、続きもの1日で県をまたぎまくったやつ勝ちでーす。なるほど。至ってシンプル。なるほど。ただ、皆さんね、相当センター試験次やってきてると思うんですよね。まあ、やりました。僕は受けましたけど。僕日本史です。僕は歴史。僕も地理です。僕あれや、倫理政権や。倫理政権。お前やってないんだよ。まあ、当然、日本地図入ってると思うんで、頭の中に。まあ、今回のルールは、まず地図みんななし。己の日本地図に従って、旅をする。なるほど。あと県境のまたぎ方なんですけど、だから大阪から兵庫に行ったら一またぎなんですけど、兵庫からまた大阪に戻ってきた場合はこれはまあカウントされてるからこれなし。なるほど。今回のチームはペーパードライバーキムチーム VS 花尾展開。マジかよ。じゃあ最近太ってきたチーム VS 細いチーム、現状維持チーム、ウィンド12チーム。ちなみにこうそういうのってさ、時間制限があるよね。大体だから18時までにここに帰ってくる、はい、6時が制限やけど7時になっちゃったらこれ失格。はいはいはい。1時間以内の遅刻はマイナス1。マイナス1で耐える。30分につきマイナス1でしょ。オッケーオッケー。攻めすぎずにちゃんと変えるということも意識に入れないから、そう本能も変えてる。なるほどなるほど、わかりました。じゃあ負けた方は品川シャトルランを5往復いや走りで走り、クソだり腕だり割りだり、計1キロ以上走るぞこれ。というわけでやっていきたいと思います。マリンボーダーズのラジオラジオマリンボーダー。わからん。それではチキチキバンバンレース、よーいスタート。よっしゃ行くぞキム。よっしゃ行くぞ。じゃあ行くぞ。レッツゴー。とりあえず作戦はまず、ここ僕らが住んでるとこって兵庫と県境が近いんで、まず兵庫のポイントをゲットしに行く。でそっからどう行くかなんですよね。まず、はい、要は西に行くか東に行くかっていう大きな差があるわけですよ。そうですね。まず花はどっち行くと思う？あーでも東の方が選択肢広まるんで東行きそうじゃないですか、まあ、って思うやん、はい、俺たちは今から四国行きます。もういいですね。四国4全部まず回るでしょ、はい、4、でも高知と愛媛に関してはチョンって言って帰る。目標は10です。ああいいですね。まず香川県に行きます今から。おお、なるほど。四国に行って、はい、その間に兵庫県通りますね。まずで香川から岡山に行けるわけ、はいはい、で岡山から広島ちょろっとだけチョンってタッチして、はい、上行く。ああなるほど。で鳥取、島根、島根、この2つタッチした上で兵庫県に帰ってくる。ちょっとやばいな。でも地図見んのなしやから、高速道路とかね使えばいいかなと思ったんですけど、そもそも地図なしってことは高速道路の道すらそもそも分からないんじゃないかっていう説、牛乳なんですよこれ。行き当たりばったりで行くと結構路頭にさまよう可能性があるんで、あんまり攻めたことしない方がいいかもしれん。まあ、純ちゃん三色いいペーコーみたいな。これドラさんまでありますね。非常に難しい問題ですね、これは。非常に難しい問題ですね。AN+1、A1 イコール2。AN の極限を求めよう。もう一回お願いします。A1 イコール2。はいはい。1プラス単純都市になって。見てください。はい。兵庫県でございます。兵庫県でございます。今、名神高速で兵庫県の方に向かいまして、今兵庫県突入しました。はい、続きどうぞ。はい。なんでやっぱ文字の。はい、これ橋見えてきましたよ。その側です。これナビがね、もうそろそろ兵庫県に入りますみたいなこと言うはずなんですよね。これコンビニでちょっと腹ごしらえしたいんですけど。よっしゃー、兵庫県入った。星1で、こっからね、罠なのが、こっからね、淡路島行くパターン、これ罠なんですよね、完全に。四国行って、こう四国を全部ぐるって回るのがね、一番いいんじゃないかなって思ったんですけど、四国の中心地行くのに多分2時間以上かかると思うんですよね、俺の予想。ゆえに、今回やめておこうかなと。結構やばいんかな、今やろうとしてること。結構やばいことしようとしてる気がしてきた、今。いやでも言うてまだ30分とかですか。だって淡路島行こうと思ったら明石まで行かなかった。明石海峡大橋ってとこまで行かなかった。明石って東経135ですか。東経135でございます。そこから淡路島行って洲本ってとこ越えてやっと徳島県内。おー、
族ってあのフィーバータイムやから、はい、徳島、香川、愛媛全部行けるから。そうですね、高知は一瞬だけくるって行きますもんね。くるってで、こっからね、兵庫、京都の県境をぶち切る。兵庫県から京都に行くっていう戦法、俺全く知らないんですけど、地理上では接してはいるはず。ただ道路があるのか。あいつらどこいるんや今。あいつらどこいるんや。怖いよ、助けてくれ。一人心細そう。テテテレテテテテレ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 テ。これ絶対やっちゃいけないのが、ドライバーの運転中にね、助手席の人がヨッシーサーキットの音楽を流す。これ一番やっちゃダメなんですよ。これ一番ね、あの死亡リスクが高まると言われてます。テテレテテテテ。1個言っていい？はい。渋滞に巻き込まれました。まずいですね。確かにここ混むもんな。混むどったやもんな、ここ自由と思いました。渋滞に巻き込まれて僕たちのチーム負けそうなんで、はい、あの物理に消化させるというそういう手段を取ってますね、我々は。はい、はい、何駅？お、あ、ありました、見た。目の前のね、こう歩道橋みたいなとこに川西の瀬口って書いてます。それでは現場お返ししまーす。よし、さあ負けねえよ、俺ら隣の車には負けねえ。うっ、めっちゃ見てはる。こんにちは。あ、ありがとうございます。すげえ恥ずかしいぞ、なんかこうやっているのがめちゃくちゃ親子に笑われて恥ずかしいです。僕 YouTuber なんだからな。あ、ありがとうございます。頼もう、ファンミーティングだと思うんだ。ということで今現在ね、明石海峡大橋でございます。めっちゃ綺麗ですね。横やんこれも、ここまで来ましたけども、まだまだ実は兵庫県続きます。お、兵庫県も長いですね。兵庫県も長い。失敗したかもしれない作戦。淡路島も結構長かった気がしてきた。これも結構もう1時間ぐらい経ってますね。はい、頑張ります。はい、ちょっとマジでね、今ね、山に阻まれております。絶賛山しかありません。この山を越えたらね、俺は京都があると信じてるんですけど、いかんせん山が岳。なんだこれ。でもさ、県境感あるよなこれ。完全に県境感出てんだよな。県境感あるんやけどな。これ何、これ何トンネルって書いてる。これ越知の山。ほら、越知ってほら、越えるって書いてんね。これまたいだら京都とかいう説ない？これ、さあ京都来い。3、2、1。こな、橋が見えるぞ、でっかい橋。これ京都や、これ京都。これ赤いし、赤いし京都や。これ京都に入りました。大丈夫よーい。モセトンネル入ります。大阪入ったで。今大阪ってたな今。おい、おたこ焼き出すんじゃねえな。み大阪のようこそ能勢町へ。ようこそ能勢町へって書いてんで。能勢町って兵庫じゃない。うわ待って、大阪府って書いてる。うわ大阪入ってもうだ。え、もうすぐ徳島県です。ほんまですか？知らんけど知らんけど。もうすぐ徳島県という考え方も取れる。とも取れる。いや、まあ淡路島です今、はいはい、現在少なくとも淡路島には入ってます、はい、え、ちょっと待って、俺帰られへん。え、なんか帰られへん気してきた。え、1/2。どうすか？あれ徳島大学の中なんで持ってんねんお前。こんなところに。あれ解かなあかんくなるやん。さっきまで岐阜大学通してたのにお前。で待てよ、こういう時に大事なのは太陽光の向き。太陽があっちにあるのに俺はこっちに行ってる。つまりこれ西シッピ川に行ってるはずなんですよ。ってことはあれ兵庫に行くだろう。もしかしてあれか、大阪ってちょっとウツボットに見えるんやけどな。ウツボットに見えるってことは、今ウツボットで言うと葉っぱのなんかキュイーンって行ってるとこに行ってるんじゃないかなっていう説。これ説行中っすね、これは。ほら JK おる、 JK おる。田舎の JK がおるってことはこの辺に高校があるってこと、つまり田舎じゃないってこと、つまり京都ってことや。シエロ徳島でございます。徳島来ましたね。あ、徳島道から高知に行けますね、これ。いいですね。高知一瞬行っても降りて戻ります。あ、なんか通行止めって書いてあるけど大丈夫かな。あ、通行止め激痛。え、あれ通行止めやんな、あれ。はい、激痛。これやばいっすね。もうでもだから香川行くしかないよ。一つの県を無駄にすることに成功しました。い
や結構やばいですね。いっそのこと何もかも忘れて九州まで行くって高知まで行く道がなんか通行止めされてるっぽいんで、ちょっと作戦変更でなるべく早く関西まで戻ります。通過できるところをピャッて通って、はい、今2時なんですけど2時間後まででなんとか大阪とかまで戻ってて、広島ちょろっとだけ行かれへんかな。うわ見てくださいでんかさん、これ綺麗な、これが徳島県ですよ。すげえ。作戦変更で香川行って、はい、広島と岡山は行きたいな。そうですね。じゃ今から徳島大学の問題解きたいと思います。ちょ皆さん見てください、ちょっといい感じ、これいい感じに、これちょっと越境できそうな気分、山の結構上の方まで来てます。越境オーラ出てるんじゃないでしょうか。これはん、京都瑠璃渓温泉、やばい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 、京都ある、京都って書いてる。でもここで行ったらやばい。で京都から大阪は簡単なんよ、難易度低い。ってことで逆に言うと京都を今無視して右折京都を無視してこっちに行ってるってことということは、こっちが兵庫なんじゃねえの。うわなんか下がってきた、こう兵庫の標高下がってきました。さあこのトンネル、このトンネルを抜けたら雪国だった。雪国、雪国来い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 、だーもう一回、まだあるまだあるよ。トンネルを抜けたらそこは兵庫県来い。わあ兵庫県来たー、兵庫県来たー。京都とも近いはずなんですよ、これ。あっ、おおおい、大阪で書いてる。あ、おい、あはっ、おい、ちょっと待って、反復横旅すな、反復横旅すな。あ、でももう一回、これもう一回来るんちゃう、もう一回来るんちゃう。これ今ね、今こう左に行ってるんですよ、今これ。来い、兵庫来い、来い。くそー、来た。三度目の兵庫県、三度目の兵庫県来ました。で、こっからよ、こっから、こっから多分京都は右手にあるんですよね。こっから京都は右手にあるってことは右にアプローチしていこう。右折をどのタイミングでするかってことなんですけど、ある程度大きい交差点じゃないと行き止まるんでね。こういうところあの袋工事入るから。はい、見て、見ろ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 、亀岡、亀岡って書いてる。亀岡って京都やな、俺と父さんが前住んでたところ。これや、絶対これや。ほらなんかローソンの色、ローソンの色京都なってる。よっしゃ曲がるぞ、ほら田舎道、田舎道。うわめちゃくちゃいい田舎なんだが、亀岡27キロ。とりあえずこれまっすぐ行ったら絶対京都行くはず。カントリーロー。はい、ということでもうね多分香川県に入ってしまいました。はい、東香川市っていう高速道路の降りるとこがもうすぐ来るんですよ。はい、つまりもうすぐ香川県なんですよ。ちなみに現在ですね、はい、キムとこのカメラ回ってない時に岐阜大学の問題物理解いてるんですけど、今波動と力学とりあえず満点電磁気今ちょっと途中まで来てるという状況です。広島行ってる時間ない気がしてきた。岡山からちょろっと鳥取行って帰るぐらいはできるかもしれない。岡山鳥取って行って右行って、はい、兵庫県通過したら京都になるんよ多分。はい、で通過して福井になって下降りて滋賀京都、無理やな、あと3時間で絶対絶対無理やな。あーもうついに来ました高松。来たねー、えぐい疲れましたね。えぐ疲れたで、ね、行くけど結構しんどいもん今、絶望ビリやで。ほんまそうです、さっきまで天気良かったのに曇ってきましたもん。うん、岡山まで78キロ、絶望岡山で78キロもあんのやば、日本そんなでかかったんですね。日本結構でかいな、舐めてましたわ。うん、うまそう。ちょっと今完全にちょっと今完全に切り抜いてたけど、ちょっとほんまごめん、あのカメラ回してなかったんやけど、今言いました、確かに波がね、今確かに言ったんですよ。今京都府に入りました、もう一回聞かせてくれ。逆走するからもう一回聞かせてくれ今の。3、2、1、ゴー。ほら言ったー、やっと2つ目、兵庫トゥー京都制覇です。当然次は滋賀県、ギリ福井行けたらいいなって感じですね、これね。ピストンと容器を外力に対して変形せず、圧殺と質量は無視できる。なるほど、バカ雨降ってきた。しかもなんか雨粒でかい。うわ、森の地快晴ですね。はい、大野さとし
あのスターリングサトシ王の矢野健太ね。これやばいっすね。さすがに速度出せへんないけど。前見えないっすもんね。前見えへん。えぐすぎ。まあ、岡山。岡山は左手書いてあるから岡山の方行くけど、はい、前が見えなくてえぐい。これはもう敗北です。これ。これもうやばいっすね。だって安全の方が大事やもん。はい。やばいやばいやばい。よし、なんとか岡山方面行けた。やばいやばいやばい、マジでゆっくり行くわ、はい、ちょっと怖い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 、そんなことあるってぐらい降ってる、はい、もう早く帰りたい帰りたいというわけで皆さん、お分かりでしょうか。今ね、僕の目の前にいるね、この車、なんとですね、滋賀運送竜王って書いてるんですよね。まさかの滋賀県。この車についていけば滋賀県に行ける説。あーいやー、おしっこにゃー。あ、でもな、ここでおしっこ行くとね、このせっかく捕まえたこの竜王、滋賀運送さんと離れ離れになってしまう。で、あと、この辺ね、結構信号が多いんですよね、思った以上に。なので、なんと、実はですね、あの、兵庫と京都から、なんと1時間以上経ってるんですけど、まだ全然ね、なんかあの、全然移動してません。なんか、やっぱ下道の恐ろしさってあるな、やっぱ。あの、この辺耐えてるわ。急に耐え出しましたね。急に耐えたな、これ。ということで、とりあえず今ね、とんでもない雨を抜けて、今ちょっと生死をさまよってたんですけど、はい、今ね、瀬戸大橋っていう、四国から本島に渡るため の, ふあの橋通ってるんですけど、四国越えた瞬間、雨なくなったんやけど、四国って何か呪われてんの。滋賀運送さん抜いてしまった。滋賀運送抜いてしまった。やばい、辛い。トイレ行きまーす。マジで3分ぐらいおしっこ止まりませんでした。気持ちいい。はい、ということで岡山県入りました。本島を越えて岡山、じゃ本島じゃないわ、瀬戸大橋越えて岡山県です。今からはですね、鳥取に一瞬だけ入ります、はい、なんとかできればな、いけるかな。それがどれぐらいきついこと言ってるのか分かんないんですよ、僕らには。はい、距離感覚分かんない。距離感覚分かんない。お急ぎです、これは。はい、休憩中です。さっきの大雨の時からのあれで腰痛いんやけど、お前は？いや、僕はもう問題出してて、問題出してただけやから。うれしさやね、くそうぜ。軽く休憩してですね、今3時39分なんで、あと2時間20分で県を何個回れるかなんですけど、一応ルートとしては鳥取行きます、で兵庫行きます、で兵庫から京都、京都から大阪って変えるが限界かなと思ったら、滋賀無理ちゃう。それやったらギリ行けるんじゃないかっていう。あ、ここあれやわ。あ、来ました、俺が知ってる道路来ました、湖西道路への入り口。しゃー、来ました、滋賀県来た。やっと3つ目や、やっと3つ目です。いや、ちょっと5個は行きたいんやけどな。とりあえずここでどこまで福井に伸ばせるかなんですよね。あと2時間。いや、きついな。逆になら行くっていう程度あるな。こっからね、あのね、時間調節がめっちゃむずいんですよね。福井行くにしても、三重行くにしても、長すぎるんで、距離が。手なると手は一つ。大阪戻って余った時間奈良を目指す。これしかねえ。これで行こう。よーし。じゃあ、まず大阪に帰ります。どんぼ帰りー。ぐるりんぱ。まずとりあえずね、岡山から鳥取を目指します。ただ、岡山ってさ、実はめっちゃでかいんよ。そうなんですよ。あの、岡山抜けるだけで1時間以上かかる可能性ある。ありえるんよね、これがまた。ありますね。これがありえてしまうから怖いんよ。日本海まで150キロやって。日本海まで150キロってことは、鳥取入るまでで多分90キロぐらい。そうじゃないですか。ってことは、時速100キロで行って1時間。あれ？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 これは、これは果たしていけるのか？後半へ続く。はい、来た、大阪府入りました。これで4つ目です。さあ、5つ目を取りに行くかどうか。残り1時間40分いやー、これは迷うぞ。はい、こちら花尾チームでございます。皆様、先ほどまで単価を切って奈良県に行くと言っていたんですけれども、残り1時間半大阪から奈良まで行ってタッチして帰ってこれる気がして一寸たりともしません。よってここは逆に悠々と帰宅しようかなと思います。
仕方ねえだろ、地図なしじゃ分かんねえだよ。堅実に勝ちたい、そんな気がしてならないと思います。というわけでチーム、堅実派の、試合でした。バイバイ。もやもやする。結果発表。きつくでしたねこれ。疲れましたね。やばいこれ。まあもう死ぬかと思いました。いろいろお互いにストーリーがあったでしょうけども。ありましたね。とりあえずじゃあ結果発表まずいきますか。じゃあ真子くん、今回はね玉入れ方式で、なるほど、お互いの得点分玉が投げられるんで。なるほどなるほど、わかりました。はいはい、こちらが、花子チーム。はい、俺の方がちっちゃい。こちらが、電眼チームの玉が入っております。はい、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 頼む。いいチーム。おーさすがにね。さすがにね、やるよ。にーおーい、くるねー、くるねー、さすがにね。3、おーい、次ぐらいが失敗。よーおーおーい、お前ら来たか。いやーマジかー。いや結構これ佳境っすよ。佳境、お前ら来たかー。頼む頼む。ダラ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 、やばい、ここで来い。ゴーゴーゴー、電源チームの勝利。これは果たしていけるのか。後半へ続く。はい、ということで鳥取超えました。鳥取という文字見えましたね。今見えましたね。鳥取入りましたね、これ確実に。はい、これでなんとか兵庫県に帰ることができれば。はい、うん、そうなんですよ。ちょっと分からんけど、大阪で、大阪まで157キロ、あと2時間。それ1時間15分ですよね。無理無理。間に合わない説。間に合わない説、牛乳ですねこれ。じゃあやばいやばい、時間がなさすぎる。日本ってこんなでかかったんやな。はい、は？ということで姫路市です。鳥取から兵庫県に入りました。あと48分で大阪帰らないといけません。こう攻めた結果よこれは。そうです、我々は攻めた結果日本は広かったというその結論を叩きつけられたって感覚かな。そんまそうです。今ですね西宮越えまして、我々帰ってきたんですけど、はい、あと7分で6時なんですよ。はい、あと15分ぐらいなんですよ多分着くの。そうですね。鼻を帰ってきてなかったらさ、はい、嘘つけるくない。そうですね。俺ら6時の時点で釣り取ったでっていう、だからそれにかけるってこと。よくここまで運転したな。すごいですね。だって6時間ぐらい運転、ずっと運転してる。ずっと問題解いてる。ずっと問題解いてる。ずっと問題解いてる。なんなら物理、物理、あの岐阜大学の1年分全部運転中に解いたっていう初めての音。6時になりました。池田豊中って見えました。マジであと10分ぐらい早く出てたら。なるほど。ということでオフィス着きました。おお、帰られてました彼は。お疲れいいですね。お疲れいいで王国でしたね。俺ら6個県境渡った。マジで低位置して5です、はい、僕らすげえな。僕ら四国行きました。マジで。うわ、行った。うそれ外れルートだと思ってた俺。兵庫、まあ、徳島、香川、岡山、鳥取、兵庫、大阪です。マジで、はい、もう神アプローチしてるな。爆詰めしてるやん。でも危なかった。危なかった。マジで。俺ら高知行こうとしてました。俺らそう高知行こうとしてたけど高知の方ね通行止めで行けなかった。あれのおかげで、ね、マジで6時ちょっと遅刻してくれ。マジでもう俺言いたくないわもうさ。で帰り個性道路絶対混むなって思ってて、まあ、確かに。あ、それはそう。確かに渋滞1回巻き込まれた。俺らも渋滞に1回巻き込まれた。だから今この時期って夏休みで渋滞するやん。それも考慮して絶対攻めへん方がいいと思う。ああ素晴らしい。まあ、というわけでね、はい、まあ、今回完全にちょっと YouTube 魂負けました。じゃあ俺たちはもう距離で勝つと。
すごい。もうとりあえずそのメンタルなかった、マジで。いやアプリがあって、予想時間とか出てくれたらさ、はい、あ、まだいけるなかったんやん。いや、それあった方が無茶してなかった可能性あるよな、俺ら。いや、確かに。俺らそれないから。それとかないから、もうバチ躊躇した、もう。確かに。はい、はい、まあ、というわけで、まあ、これは甘んじて罰ゲームね。今からちょっと初長シャトルラン行っていきたいと思います。マジすごいな、マジすごいな、お前。あれやっぱお前らに感銘を受けた俺は間違いない。